安倍政権は事故調査もできないままオスプレイの飛行再開を容認してしまいました。これで主権国家と言えるのか、断じて許すことはできません。安倍政権の暴走を止めよう。自衛隊は南スーダンから撤退せよ。 12.19 国会行動を始めたいと思います。司会を務めます憲法共同センターの湯原です。よろしくお願いします。最初にコールです。選任委員会の山本さん、お願いします。皆さんこんばんは。今日の2時、普天間飛行場からオスプレイが飛行を再開したそうです。許せますか？私たちは沖縄と結びついて、このオスプレイ飛行を容認するような安倍政権ごと打ち倒していきましょう。基地はいらない、基地はいらない、オスプレイいらない、オスプレイいらない、危険なオスプレイ飛ばすのやめろ、危険なオスプレイ飛ばすのやめろ、今すぐやめろ、今すぐやめろ、危険なオスプレイ飛ばすのやめろ、高えヘリパック建設反対、高えヘリパック建設反対、今すぐやめろ、今すぐやめろ、沖縄弾圧今すぐやめろ、今すぐやめろ、今すぐやめろ、沖縄弾圧今すぐやめろ、機動隊帰れ、機動隊帰れ、弾圧やめろ、弾圧やめろ、基地はいらない、基地はいらない、弾圧やめろ、弾圧やめろ、檻の中で年越しさせるな、全員釈放、今すぐ釈放、檻の中で年越しさせるな、今すぐ釈放、今すぐ釈放、弾圧やめろ、弾圧やめろ、基地はいらない、基地はいらない、オスプレイいらない、オスプレイいらない、戦争反対、救助を壊すな、戦争反対、救助を壊すな、集団的自衛権いらない、戦争法の発動を止めよう、南スーダンから今すぐ帰れ、PKO から今すぐ撤退、今すぐ撤退、今すぐ撤退、駆けつけ警護絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争したがる総理はいらない、みんなで倒そう、みんなで倒そう、安倍政権をみんなで倒そう、安倍政権をみんなで倒そう、戦争法は
今すぐ廃止。戦争は今すぐ廃止。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 頑張りましょう。頑張りましょう。ここで政党からの連帯の挨拶をお願いしたいと思います。到着順にそれぞれお願いしたいと思います。最初に民進党国民運動局長の山尾詩織さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。到着順だとね、共産党の国田さんの方が先だったんですけど、すいません、ご指名いただいたので先にお話しさせて、いただいていいよというふうに言っていただきました。ありがとうございます。改めて皆さん、2015年9月の違憲の安保法制成立の日から1年以上が経ち、2度目の冬がやってきました。今日は少しだけ冬にしては暖かいけれども、でもこうやって寒い中、皆さんがそれでも民主主義を諦めない、立憲主義を諦めない、平和主義を諦めない、そういった信念を行動で表し続けている。私たち国会議員も諦めません。そのことを共有したくて今日は参りました。今年1年私は総理の天敵と言われ続けてきました。質問に立つたびに安倍総理は的外れだ、空振りしてる、勉強不足だと、まあ罵られました。随分でも勉強不足だと続けて、その口で私は立法府の長ですと、これが安倍政権の真骨頂です。皆さん、三権分立を知らない、憲法を知らない、そんな安倍総理に、安倍政権にこの国の勝ち取り、これ以上任すことできない。私は誰よりも皆さんとこの思い共有をして戦い続けていきたいと思っています。この国会では衆議院2度の憲法審査会が開かれました。自民党は言います、立憲主義、平和主義、私たちも大事です、だから憲法を変えさせて、私たちは言います。その思い本気なら、立憲主義と平和主義を壊している安保法制を撤回してから言えと。自民党の皆さん、さらに言います。今の憲法は抽象的で分かりにくい、だから変えさせて。私は言いました。あの安保法制が通った秋に、私たち野党は憲法のルール通り4分の1をもって臨時国会を要求した。安倍政権は安保法制の矛盾から、安保法制の議論から逃げたくて逃げたくてたまらないから、この憲法から逃げたんです。4分の1の要求があれば臨時国会開かなきゃならない、これだけ誰にでも分かる具体的な憲法を無視して逃げて壊している政党に、憲法の具体性、抽象性を語る資格はない。また自民党の皆さん、懲りずに言います。新しい人権が必要だ、だから憲法を変えさせて。私は申し上げました。新しい人権、新しい人権って言うけれど、働くお母さんの働く権利も守れないでいるじゃないか。待機児童2年連続増え続けて、防衛費はどんどん増やしても子育ての予算全然増やさない政権政党はどこなんだ。憲法が規定している人権を守ってから言え。これが私たちの戦いです。皆さんがこうして国会の外で声を上げ続けてくださっている、
も連帯して国会議員ですから国会の中で戦い続けます。そして違憲の安保法制にのっとって南スーダンへの自衛隊の派遣、そして駆けつけ警護の運用が始まりました。皆さんご案内の通り、実際に南スーダンでは PKO の部隊も含めて民間の方も含めて数百人の方がすでに亡くなっています。稲田さんはちょこっとジュバに行って大丈夫ですなんて言ってるけれども、その報告書はまたもや真っ黒黒の黒塗りです。そうやって政府は情報を隠しますけれど、国連の人権委員会はしっかりこの南スーダンの状況はもはやルワンダで起きていることに近づいていると、大虐殺に近づいていると、民族浄化に近づいていると、こういう状況にとにかく黒塗りの真っ黒の幕引きをして自衛隊員の命を危険にさらし続けている安倍政権、菅官房長官は問題なく任務を遂行してもらえるとこう言っています。菅さんにとっては問題ないのかもしれません。でも私たちにとっては問題なんです。ここにいる多くの方、皆さん必ずしも自衛隊員の家族ではないかもしれない。でもここにいる私たちにとって名前も知らない、知り合いでもないかもしれない。でもこの国と私たちの命を守ってくれている名も知らない自衛隊員の命は私たちにとっては大きな問題なんです。だから私たちは戦い続けたいと思います。一番大切なものをないがしろにし続ける安倍政権に必ず退陣をしてもらいましょう。私たち民進党も皆さんと一緒に本気で戦いますから、ぜひ皆さんこれから先諦めない戦いを続け、みんなで安倍政権倒したとこの会館前からまあ勝利の雄たけびを上げることができる時まで共に頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。山尾詩織さん、ありがとうございました。続いての挨拶は日本共産党国会対策委員長国田圭司衆議院議員です。お願いします。こんばんは。紹介受けました日本共産党国会対策委員長衆議院議員の国田圭司です。この集会にお集まり皆さん、そして企画された皆さんに改めて敬意を表したいと思います。先ほどの航路にありましたように、まずもってオスプレイの全面的な飛行再開に対して満身の怒りを込めて共に糾弾しようではありませんか。私は15日の国会の未明、内閣不信任決議案の賛成討論に立った際にこの問題について言及しました。ご承知の通り、アメリカ軍の4軍司令官はいわばこの墜落を住民に被害がなかったことを感謝しろって言ってるじゃありませんか。冗談じゃありません。日米安保条約に基づく、まさに日本を従属し、そして植民地的な考えにあることを改めて示したんじゃないでしょうか。皆さんとご一緒に怒りのノーという声を上げようではありませんか。